こめちゃくちゃうめえ。口についてるだけだよ。魚、肉、野菜、どれも美味しいよ。おすすめだよ。話は少し前に遡る。かつて光月おでんと金右衛門たちの墓があった場所、九里おでん城跡。カイドウのボロブレスによって跡形もなく吹き飛ばされてしまったが、おでんが栗大名となり初めて城を持った場所である。